シマスク TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃーじゃーじゃーじゃらーゴンゲゴンゴンゲゴン、はい、セブンスイーツもちとろいちごあんに、今回はこちらにチャレンジしたいと思います。いなりっしゅ、はい、というわけでございまして、恒例の写真撮影タイムでございます。もちとろいちご杏仁でございますね。まあこれ杏仁ホイップいちごソース、でもこれ見て値段、ほら100円、ね、税が入って108円、相当コスパの高いスイーツでございます。まあコスパが高いかどうか食べてみないと分かりませんけどね。早速いただきます。まあでもこれすげえ粉がまいてあるからね、危険な香りしかしない。よいしょ、はい、これプル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 ね、もちとろめっちゃプニプニ、やらかい。では早速いただきます。うんうん、あ、これちょっと混ざっちゃったけど、あ、杏仁の香りがめっちゃ強い、うん、ああなるほど、うん、とろっとろ、とろけちゃう、うん、もう完食完食。いやこれね、中の杏仁クリームかなり強め、だから一口目を噛むと杏仁の香りがふわっと香ってきます。で中心部にいちごソースが入っておりますので、まあ、そこをね食べるといちごソースになりますが、全体的にはですね、杏仁の香りがずっとこう口の中に後味残ってる感じね。でこのもちとろシリーズね、この周りの牛皮がもうとろっとろで超柔らかい、口どけ滑らか、あっちゅう間に溶けてなくなっちゃいましたというわけでございましてね。はい、というわけでございまして、やっぱり高かったコスパ、もちとろいちご杏仁ご紹介しました。イナウィッシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。はい、もちとろいちご杏仁1個あたり126キロカロリー、ね、ね、お値段よりもカロリーの方が高い、そんなもちとろシリーズでございますけども、これはもうね、言うまでもなく、お口に入れた途端もうお餅から何からとろけちゃって、あっという間になくなっちゃうね。ということでもうこれ水ですよ、はい、もうこれだからね、あの常温では餅ですけど、口の中に入れるとね、口の中であっという間に溶けてしまう濁った水でございますというわけでございまして、水は0キロカロリーなので、このもちとろいちご杏仁も0キロカロリー。いなりっしゅ。